岩手大学のさまざまな魅力を紹介します。岩手大学のさまざまな魅力や取り組み、学生たちの活動を紹介するガンダイニング。今回は岩手大学のサークル活動についてご紹介します。岩手大学には体育系、文化系、同好会などさまざまなジャンルの団体がおよそ140あります。人とのつながりや社会との関わりなどを学ぶことができ、大学時代の思い出の一つになります。今回はラグビー部にお邪魔しました。ラグビー部は東北一部リーグに所属していて、現在は部員23人で活動しています。人数がその少ないんですけれども、その縦にも横にもすごいつながりがあって、とても仲の良いチームだと思っています。チームワークの面でその他のチームをその上回って行こうというふうにチームの方針としても定めているので、簡単には倒れないで、倒れる前にはボールをつないだりとか、仲間が倒れそうになっている時にすぐ寄ったりとか、そういったところを心がけています。それが強みだと思います。キャプテンの佐々木大賀さんは去年アマチュア日本代表に選出され、フランスで開催されたワールドアマチュアラグビーフェスティバルに出場しました。まず一番に感じたのはそのフィジカルの違いです。やっぱり日本人体小さいので、その代表戦とか見てても、そのよくあれだけ互角にやってるなというふうに思いました。僕たまたま大学でフランス語を習ってて、そのフランス人の方とその、フランス語拙かったかもしれないんですけど、交流できて、とてもフランスの方々あったかくて、そのすごい歓迎してくれてるのが伝わってきたので、そういった面でも非常に貴重な体験ができたと思います。人によって役割っていうのが違うので、そのどんな人でもその自分に合ったポジションを見つけて活躍できるっていうのがラグビーだと思います。もう本当に誰でも楽しめるスポーツだと思います。岩手大学ラグビー部入部お待ちしてます。イエーイ。私たちは岩手大学を応援しています。